エマ、大丈夫か？円満解決、エンマちゃん。お前また俺の金使ってパチンコ行ってただろ。誤解です。やれじさん、パチンコなんて言ってません。あ、そうなのか。競馬です。続行。ちなー、お客さんですよ、レイジさん。はぁ、あ、命拾いしたな。どうしたんですか、その封筒。汚い字でなんか書いてありますよ。特別案件の依頼。この度はご応募いただきましてありがとうございます。審査の結果、あなたに依頼することが決定いたしました。仕事の話ですか。うさんくさいな。俺こんなの応募した覚えはないぞ。私が応募したのかもしれませんよ。あ、心当たりあるのか。覚えてないですけど、お金になりそうな話にはとりあえずレイジさんの名義で片っ端から応募してますし。オーケー、第2ラウンド行っとくか。で、そのお仕事とやらはどんな内容なんですか。村の真実を暴け。はい。とだけ書いてある。レイジさんに恨みを持った何者かのいたずらでしょうか。お前の方が恨みを買ってそうな気がするが。ん、何か落ちましたよ。なんだこれ、小切手。どれどれ、1、10、100。いくらだったんだ。5億。はい。5億円。はぁ。5億円に釣られちまったけど、本当に大丈夫なのか。レイジさんは心配性ですね。大丈夫ですよ。それにタクシーまで手配されてたらやるきゃないじゃないですか。運転手さんはどんな場所か知ってますか。実は私も知らないんです。家に差出人なしで封筒が入ってましてね。私たちと同じですね。正直うさんくさいなとは思ったんですけど、お金欲しくてつい。違いますね、運転手さん。あ、念のため領収書書いてもらってもいいですか。はい。お前も不安なんじゃないか。お金に関しては慎重なんですよ。リスクヘッジってやつです。じゃあまずパチンコやめろよ。霧に包まれた村。あたり一面霧だらけだ。これじゃあ昼か夜かもわからないな。エマ、これからどうする。5億円。5億円。ダメだこいつ、金しか目に入ってねえ。レイジさんってば心配しすぎですよ。そりゃ心配はするだろう。俺たち手紙にあった村の真実が何のことかもわからないんだぞ。ふんふんふん、私にはわかっています。5億円もの大金を払うって言ってるんですよ。ズバリこの村にはお宝が眠っているのではないかと思います。まあない話じゃなさそうだが。というわけで早速聞き込みをして回りますよ。悪いけど知らないな。そうですか、失礼しました。はい、なんだって。埋蔵金を掘りに来ました。あるんですよね、5億円。はぁ、あ、結構聞いて回ったけど何もつかめずか。おい、エマ、そっちはどうだ。何のせいかも得られませんでした。どこぞの教官か。なあ、少し休憩しないか。さっきもしたじゃないですか。なんか体が重くてな。風邪でもひいたんじゃないですか。顔もなんだか変な感じしますし。そういえば顔も乾いてる感じがするな。レイジさん、なんか老けてません。はあ、いきなり何言って。うわ、何これ、どういうこと。私に聞かれましても。あれじゃないですか、前世含めて働きすぎで一気に老けたんじゃないですか。そんなひどい話ある。大丈夫ですって、今は老けて見えますけど、このまま年を重ねたら逆に同世代より若く見えますよ。確かにそういう人いるけど。というか、おいエマ、どうしました。お前も老けてるぞ。なんでなんで、どうして。さっきの余裕どこ行った。おかしいじゃないですか、肉体は人間とはいえ私はエマなんですよ。なんで年取ってるんですか、しかも爆速で。何離れてるんですか。なんかよく見えなくて。今度は老眼ですか。はい、なんだって。レイジさん、耳まで遠くなってるじゃないですか。飯はまだかいの。記憶力も、っていうかもうおじいちゃん。というかわしは誰じゃ。エンマ道具、リンネ転生の光。一日で一生が終わる村。ふぅ、危ないところで来た。またこのパターンか。今回は助かったで、今日が。確かに幼児化してこんなにありがたいと思ったのは初めてだ。とりあえず村の人たちに聞いてみまちゅ。確かに何か知ってるかもな。すいません。ん、なんですかこれ。うわー、エマ、大丈夫か。ありがとうございます、レイジさん。さっき話した人だよな。ですね、着てる服も一緒ですし。何かに襲われたのか。いや、もっとヤバいかもしれません。え、ヤバいって何がだ。この村はとんでもない速さで時間が流れている可能性があります。じゃあこの人は時間が経って白骨化したってことか。それで間違いないと思います。
死人のレイジさんやエンマの私まで追い始めるほどの時間が経ったなら当然です。ここの村では時間の流れが違うのか。おそらく村の秘密ってこのことだったのか。そもそもどうやったらそんなことに。高速で細胞分裂しているんですよ。レイジさん、人間には約60兆の細胞があるのは知ってますか。知識としては。生物は生きていくために細胞分裂を繰り返しています。そして人間が一生でできる細胞分裂には限界が決まってるんです。細胞分裂ができなくなるまでが寿命ってことか。その通りです。人間の寿命が今以上に大きく伸びるのは考えられないと言われる理由ですね。生物の種族の時点である程度寿命は決まっているんです。この村では細胞分裂の速度が速くなっているのかも。でも一体どうして。原因はこの霧じゃないでしょうか。視力や肌が最初に衰えることや髪や爪が変化しないことからもほぼ間違いないかと。そしたらまた幼児に戻ればいいんじゃないのか。それも危険です。エンマ道具を短時間で何回も人間のレイジさんに使うのは本来危険なんです。そうなのか。一刻も早くこの村を出ましょう。急いで村を出ようとする俺たちだったが、霧に阻まれ脱出することは叶わなかった。霧のせいで何度進んでも戻ってきちまう。レイジさん大丈夫ですか。もう連続で10回以上幼児になってるんですよ。10個状態なんですよ。名探偵を災難の単位に使うな。ごめんなさいレイジさん。レイジさんの言う通りこんな村来るべきじゃなかったんです。お前のせいじゃねえよ。でもなあ、今までいろんなことがあったよな。何ですか。縁起でもないこと言わないでください。本当にいろいろあったな。冷静に考えるとむしろ今までの方がよほど迷惑かけてる気がしてな。否定はできないです。まあそんなわけだから気にするな。老いが限界まで来たらまたこれを使って戻ってください。あとは低い姿勢で霧に触れないように。エマはどうするんだ。私がこの状況を何とかします。レイジさんは休んでてください。エマ頼んだぜ。任せてください。村の秘密やっと見つけました。あなたがあの封筒を送ったんですよね。よくわかりましたね。領収書の字が封筒の字と同じでしたからね。まさか戻ってこられるとは。私は人間ではないですから。やっぱりそうなんですね。気づいていたんですか。私も人間じゃなくなったものですし。やはりあなたはもう死んでるんですね。死因はあの霧、いえ毒ガスと言った方がいいですか。調べたんですか。空の民家の前に落ちてた古い手記に書かれていました。戦争の兵器開発の実験が失敗したそうですね。その通りです。この村は本当はずっと前に滅んでいるんです。実験失敗でばらまかれた毒ガスのせいでね。どうしてあなたはこんなことを。同じ目に合わせてやりたかったんです。このガスをばらまいたやつはもちろんたくさんの人間に。でもそれはまあ逆恨みですよね。僕は悪霊ですし。自覚のある悪霊は立ちが悪いですね。取引をしませんか。取引ですか。ここを立ち去ってください。ただとは言いませんよ。小切手の金額はもちろん、もっと大金を払うことだってできます。レイジさんや村の人たちはどうなるんです。彼らは諦めてください。霧に取り込まれてしまいましたから。却下です。確かに私はお金が大好きです。お金が大好きです。二度言いましたね。でもそれ以上に大事なものがあります。大事なもの。私は死者の魂を扱うエンマです。村の人たちは今も苦しんでいるんです。見過ごすことはできません。苦しんでいる。体は一日で老いてしまい、亡骸も見つけてもらえず一人ぼっちなんですよ。苦しくなかったら何なんです。あなたは本当はこの村が大好きだったんじゃないですか。毒ガスで死んで、でもみんなと別れたくなくてこんなことをしたのでは。違う。いや、この霧をずっとさまよってる間に最初の本当の気持ちなんて見失ってしまったということは考えられないですか。安らかに眠ってください。私は地獄行きですね。そうかもしれません。でも私は罪を償ってやり直してほしいです。きっと村の人たちもそう思っています。ありがとう。エマ！レイジさん！you
私たちを助けると思ってチャンネル登録をどうかお願いします。デイジさんを助けられるのはあなた。